今日もババアとほつれちゃおう。さあやっていきましょう。ホグワーツレガシー。おっと、誰かいますね。校長かな。ゴブリンがルックウッドと手を組むだと。シャープ先生。そんなおかしなことがあるか。シャープ先生誰？これは少なくともかなり異例だと言えるな。異例？新しいキャラかな。ありえんことだ。これは、ああフィグ、君に訪問者だ。調べてみるとするよ。あ、別に急がないので、ゆっくり話していいですよ。先生がブラック校長といる間に禁書の棚を調べられました。あの、いなくなってから喋った方がいいと思うんですが。喋るの早くない？絶対聞かれてたよ今、こんな大きい声で喋ってたら。丸聞こえですよ。そんな、待てよ。禁書の棚に行っただと？だがどうやって、あ、いやいや、詳しくは聞かない方がいいかもしれんな。わかりました。実は地図にあった通り、本は禁書の棚の下にありました。一通り聞かせてもらうが、まずは見てみよう。そうそう、内容を知りたいですよね。なになに？あ、破れてますね。なんと、抜けているページがあるようだ。2ページぐらい破れてる。誰かが先にこの本を見つけたに違いない。本を何だと思ってんだ。本ごと持っていけ、せめて。もう少し残りのページを調べてみよう。本をね、破損するだなんて。多少時間はかかるだろうが、何か情報があるかもしれない。なぜホグワーツの下にあったのだろうな。わかる気がします。本を見つけた時に2つの記憶を目にしたので。またペンシーブか。なんてことだ。ホグワーツ前に見たパーシバル・ラッカムはここの先生でした。ホグワーツは一つ目は彼と三人の教授が古代魔法、古代魔術で干ばつの被害を受けた村落の復興を。ミリアムは正しかったか。二つ目は、二つ目は先生たちが5年生から入学した生徒と話していて、古代魔法その子の魔法の痕跡が見えるようでした。なぜその記憶を。答えはこの本にあるかもしれんな。ロンドンに持っていかねば。ロンドン。校長にジョージの死を魔法大臣に説明するよう求められておる。ジョージの死を魔法大臣に説明するよう求められてる。ジョージっていうのは最初のあの食われちゃった馬車ごと食われたあの人かな。彼らにどう伝えますか。オズリックさんの死はどう伝えます。どこまで話すべきか。ジョージは乱録のことで魔法省の説得を試みたが無駄だった。今まで通り動き、さらに情報を得るまで詳細は伏せておくべきだ。これは直感だがね。直感は大事です。じゃあもちろんね。わかりました。先生がいない間にページのこと調べておきます。勉学にも励め。君の杖さばきは日ごとに上達しておる。だが薬草学と魔法薬学に力を入れなさい。呪文を唱えるだけが魔法ではない。やるべきことは山積みですね。ついに来ましたね。いいぞ。私が戻るまでに何を成すか、レイブンクローが得意そうな分野。楽しみにしている。それと友人をおろそかにするな。彼らからも驚くほどたくさんのことを学べる。セバスのこと聞いてくださいよ先生。セバスから私はね、本当の友情というかね、義理というかね、なんだ、あ、レベルアップしました先生。なんかね、あいつはね、不審の男ですよ先生。私はセバスから学びましたよ。手紙来てんの。手紙誰からだろう。君の闘争心を試す時が来た。ルーカーンだ。新たなチャンピオンの誕生か。最終ラウンドに出る気ならいつもの場所に来て。最終ラウンド、もうそんなとこまで上がってたの。私2回戦までしかってやってない気がするけど。大至急ロワーホースフィールドに来てくれる。オナイ、ルックウッドとハーローのことを話したいんだけど、城の外の方がいいと思うんだよね。あー、ローはホグズフィールドという村落で会おうと書いてあります。このホグズフィールドっていうのはホグズミートとはまた違うところなのね。なんかなんとなく似てるけど。マップというのはホグズミートワールドマップ。ワールドマップボタンを選択してワールドマップに切り替えよう。これか。おお、急に広がったんですけど。急に、え、南ホグワーツ地域っていうのがあるの。今待って、なんかこれがワールドマップです。大部分は霧が覆っていて詳しいよさは分かりません。
世界の各地には村落という小さなコミュニティが存落します存在します。あ、結構じゃあいろんな村あるのね。でこれこのホグワーツの下にあるのがホグズフィールドの村落。村落では新たな商人煙突飛行庫の粉、あ、これね、あの要は火炎のマーク、サイドクエスト収集品などが見つかるかもしれません。なるほどね。探索が進むと、あ、まだいた。ヘキャット先生も。あんたに防御呪文を教えろって言われたんだ。やること急に増えたぞ。やり終えたら私の教室まで会いに来な。会いに来なだって、ちょっと気取った感じだわ。探索が進むとマップの霧が晴れていきます。これまで見えなかった部分が明らかになれば、新たな村落ダンジョン、無法者の野営地なんてのもあるのね。発見したり、他にもいろいろな場所に行けるようになるでしょう。なんか待って、下はどこら辺まであるの？結構あれ？え？こんなに？これさ、ズーム結構こんな広いの？これなんだ、これがホグズミード。なるほどね。上の方は、あ、上はそんなにないのね。おい、手伝ってかない？まずは古いサブクエストを消化してから進んでいきましょうかね。いや、何か用なの？ああ、そうだよ。君ならちょっとした冒険に一緒に行ってくれるかと思ってね。冒険は任せて。宝の地図の場所を調べるんだ。宝、お宝と言ったら私です。戦うんじゃなく、こんなのもいいだろう。もちろんね、戦闘よりもそっちがいい。パフスケインに夢中すぎてダメだった。パフスケインってなんだ？2枚の地図を見つけた。どっちもホグワーツ周辺の場所を示してる。お、これも外に出るんだね。一つ見るかい？後ろでなんかやってる。後ろで一生懸命練習してる。頑張れ。頑張れよ。うまくいかないってかもしれんな。一つ見るかい。面白そう。時間をかけるだけのこと？そんな興味なさそうにするな。絶対お宝の方がいいでしょう。仲間後ろいい、ね、後ろで一生懸命。ホグワーツって興味深いだろ。線香花火みたいにしてる。地図の先にある宝は君のものだ。僕はどこで見つかったかが分かればいいよ。そんな人いる？お宝に興味なく、どこで見つかったかの方に興味がある人っていいの？普通お宝を見つける目的って、そのお宝そのものが目的なんじゃなくて、後ろ気になんな。後ろがずっと気になるな。どこから始めます？まずはちょっと気が散っちゃうんですけども、後ろ。君の地図をざっと見たところ、ヘキャット先生の教室の近くがいいんじゃないかな。ヘキャット先生、分かった。時間があったら調べてみるよ。すっごい線香花火。何か見つかったらここで。デカめの線香花火。なるほど、これが宝の地図。あー、はいはいはい、なんかこんなのあったね。これなんだっけ、これ外ですかね、これね。ここに入ってってこと？これ絵かな。これなんでしょう、この手みたいなのって。これなんかしろってこと？あ、サイの骸骨だね。えこっちで良さそうだね。ね、これっぽいと思うんだよ、私は。でこれね、さ、これがこっちで良さそうだねはいいんだけど、2つ目の目印これだ。これ噴水があった。うん、近づいてる。なんかこの辺の鍵が戻ってきたよ。何？ダイダロスの鍵なんですか、君は。ねえ、どうかしたの？うん、私はネリー。ごめんね、ダイダロスの鍵が戻ってきたことでちょっと興奮してて。何の鍵？ダイダロスの鍵よ。あなたも飛んでるのを見たでしょ。何年も前に元校長のモール先生が鍵付き棚の中身を守るために魔法をかけたって言われてる。あ、空飛ぶ鍵か。校長が鍵の魔法を解くのを面倒がってるから。ハリーポッターの映画で見たことあるね。捕獲に挑戦してみたら？なんでそんなことを？それぞれの鍵は城にある棚へと導いてくれるよ。簡単じゃないけど、鍵を棚の鍵穴に入れることができたら報酬が見つかるかもしれないよ。面白そうだね。
どうしてこっちはそんなことを、自分は探さないの？どうしてモール先生は空飛ぶ鍵を？ビーブズから何かを守るためだって話を聞いたよ。あいつな。でもそれが本当かどうかはわからない。ビーブズはポルターガイストだからどこでも行けると思ってた。あいつなんとかして消せないんですか、存在を。ネリーも挑戦するってことでいいんだよね。挑戦したけど最初の棚すらクリアできなかったの。あなたならうまくいくかも。あまり優秀な生徒はいないんだな、この学校。すごく興味あるんだ。まあ任せてください。久々に言うけど天才ですからね。挑戦しようかな。そうして。そうだ、天文台の塔で鍵の音を聞いた気がするから耳を澄ませてみて。天文台ですか。後でですね。せめて何本かは追いかけてほしい。うん、棚を開けられたら中身教えてよ。わかった。何か入ってたらね。うん、でも中身はいただきますね。地図にあった絵画はこれか。宝はどこだろう。絵画？絵画ってどれあるの？絵画なんて。絵画これですか。これなんか手のマークがあったけど、なんかするんじゃないの？ほら、あそこ、あそこになんかするんじゃないの？え、近づいてきたんですよ。なんか絵画の中に入り口が隠されてた。マジ？やったね、やったね、やったね。アーサーは何か分かったのかな。コレクション、あー、制服、服か。まあ私にしてはありがたいですけど。あれ、こんなところに移動してる。見つけた？見つけました。やあ、アーサー、地図が絵画に隠された入り口に繋がってたって話聞きたくない？鋭いね。僕のは船小屋に通じてた。宝を見つけて喜んだのもつかの間、校長が現れてね。あら、残念。追い出されはしたけど、ガリオンを数枚せしめることはできた。君は何を見つけたんだい？ お宝ゲットしたんだ。歴史家の制服を見つけた。多分本物だよ。おお、それはすごいね。そうなの？でも勝手に取っちゃっていいの？君を誘って正解だった。さて、ホグワーツの次なる謎だ。ウィーズリー先生の部屋をちょっと引っかき回してみない？ウィーズリー先生？面白いものが見つかるかも。怒られるぞ。みんないたずら大好きね。なんだ今の。こんなとこにもフィールドガイド。あちこちにあるね。バカのバーナバスのタペストリー。バカ、バカ、魔法使いのバカ、名前なのかな。それはバカという名前なんですね、きっとね。まさかそういう意味のバカじゃないですよね。やだな、バカって名前だったとしたら。私なら絶対なんかいじけてしまうというか。わ、天文学。おお、来た来た、天文学の塔来たね。うわ、かっこいい。レベリオ、なんかあるかな近くに。うわ、うわー、いいな。この装飾何ですかこれ。知的好奇心が爆上がるんですけども、ただ今はそのじっくり見ている時間はないのだ。びっくりした。めちゃめちゃ近かった距離が。なんかガイダロスの鍵だ。はい、どこに繋がるんだ。あ、ちょどうやって、どうやって、これ待って待って、どこ行った、どこ行った、どこ行った、どっか行っちゃったんじゃない。これか、キャビネットだ。この鍵か。どうやって使うんだろう。私今捕まえたの、この鍵。どうやってやんのこれ、わかんない。はたく。なになに、どうすんの、どうすんの、どうすんの。はたくって書いたんだけど。はたく、はたいたところで。あ、その真ん中通るときはたけばいいの。ずっとはたかれてかわいそう。むずくないですかこれ。きたー。むずいな、ちょっと。古いコイン？寮のトークン？ネリーなら何か知ってるかも。
ダイダロスの鍵を追うことはできた？できました。いやネリー、ダイダロスの鍵は鍵穴に入れたよ。すごい。中に何が入ってたの？妙なトークンみたいな。なんだろうね、あのトークンって。寮のトークンか何かみたいね。きっと寮の箱を開けられるのよ。寮の箱って呼んでるの。グリフィンドールで見たんだけど、他の談話室にもあるって話だよ。目を光らせておいて。もしかしてあれかな？目玉がついた。これだけ大変なんだから、すごいものが待ってるはずよ。寮の箱にトークンを入れる。寮の箱を見つけてみせる。まだ話しかけれるね。ダイダロスの鍵のことまた教えてくれる？空飛ぶ鍵を見たり聞いたりしたら棚に戻るところを追うの。鍵穴に差し込むのが難しいんだけどね。何本か追いかけてみて。棚を開けたら中身を教えて。何か入ってたらね。そっか、見つけるためにこの人に話しかけたらいいのかな。じゃあ早速ちょっと寮の箱にトークンってやつをやってみよう。久しぶりに寮に戻ってきたけど、やっぱりいいですね、この青を基調としたさ、これ。ここいいな、この写真撮りたいね、こういうアングルで。素敵だな。ここに？あ、これが寮の箱ってやつなんだ、思ってたの違った。これが僕の寮の箱か。あとはトークンを入れるだけ。これを開けるには寮のトークンがもっと必要みたい。ダメか。かなりの数がいる。すごい数いるじゃない。すごい数いるよ。全然ダメですね。残りの量のトークンを見つける16分の1。これはおいおいやっていく感じになりますね。レベル11に上がったんで、この前ゲットしたこのキルトのコーディネートって、はちょっとイメージ違うけど、でも村に村落に行くならちょうどいいかもしれないですね。草かげろうを取得。よし、ゲットできるもんはもらっときましょう。こっちも気になるんですよね。なんだこれ、ヒル取りたくない。ヒルの汁なんですか。ヒルいっぱいいる。ヒルの汁なんて取りたくない。弾けてて気持ち悪い。なんですか、なんかバレた、なんか出てきた。ちょい、なんかいるね、あそこ。アクション、はい。ルーモス、レビオン。はいはい。何にも聞かない。アクション。これさ、ダメですね。炎は効かない。よくわからないけど、これです。地道にじわじわやっていくか。チャレンジ、ホグダックを倒す。倒した後何かゲットできません？よし、なんかある。うわ気持ち悪い。何？下？美味しいの？それタン。美味しくないのに取ったんだとしたら気が狂ってるとしか思えないけど。よし、欲しくもないのに通りすがりにヒルの汁を採取してびしょ濡れになって、多分正規のルートじゃないところ通ってひたすら汁取って、こんな夜に行って意味あんのかな。お店休むんでんじゃないですか。待つって書いてある。これで朝というか昼になるまで待つんだ。君に会えて嬉しいよ。野宿したじゃん、野宿。ここで野宿かい。久しぶりですね。ナティ、オナイさん。調子はどう？元気だよ。私、3本のほうきで、あれ以来ですね。ルピットとハーロンがどうなったかを見たんだ。君のことが心配だったよ。見たんですか？今のところは大丈夫。聞きたいんだけど、どうして奴らに追われてるの？まあ、カクカクしかじかということで。わからない。これ秘密にしてるんだよね。どうしよう。僕が見つけたものを欲しがってる。
オナイさんは別にあれ以来何にも関わりがないのに話しちゃっていいんだろうか。もう秘密もへったくれもないよな、いろんな人に話しちゃって。僕とフィグ先生がグリンゴッツで見つけたものを欲しがってる。グリンゴッツにはいつ行ったの？ホグワーツに来る直前。もうこの人に秘密を、それで組み分けの儀式に遅れてドラゴンに襲われて、秘密を守る能力は全くありませんね。それどういうこと？もう一つ、正直言うとちょっと変なんだ。口軽さんだ。フィグ先生は僕には古代魔術との珍しいつながりがあるって。全部言っちゃった。どういうこと？まだ勉強中だけど、古代魔術のことまで言っちゃった。痕跡が見えるし、そうとしか思えない魔法も使ったことがある。受け入れるのが大変だ。そうだね。もっと疑問も出てくると思う。オナイさんとは何の、とりあえず絆もまだできてないですよ。私たち、うん、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。みんな君がトロールの襲撃からホグズミードを守った話をしてるよ。おー、英雄じゃないか。3本の砲で見たルックウッドとハーローに立ち向かうシローナの姿は絶対忘れない。二人を見て自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。その格好超似合ってるね。どうしてそう思ったの？またブルランドを離れたのはルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。そっか、じゃあああいう奴らは許せないんだね。危険かもしれない。それを聞けてよかった。そっか、ルックウッドとハーローは危険な組み合わせだ。ルックウッドがランロクと手を組んでるのは知ってるよね。奴らはホグズミードで一緒にいたって聞いてる。だからこそ奴らを止めないと。シオフィルス・ハーローがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。あいつを倒せば結構詳しいんですね。ルックウッドの組織も動けなくなるかもしれないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべきじゃ。もう話したよ。丁寧ではあったけど、まあ生徒に詳しい話はしてくれる感じじゃなかった。まあ普通そうだよ。ルックウッドの一味がハーローが企んでる大規模な密漁のこと話してるのを聞いたんだ。密漁してんのか。それを少し調査できないかと思って、シンガー巡査が必要としてる証拠を手に入れるんだよ。わかった。でもどうやるの？聞き耳を立てて観察するよ。企みを正確に突き止める。何かわかったら連絡するから、うん、とりあえず何かあったら私はここにいるから。ありがとうナティ。しばらくここにいるんだね。気をつけてくださいね。油断は禁物だよ。そう、ゴブリンさんの話聞こう。大丈夫ですか？まさか、たった今商売を失って命も失いかけたところだよ。悪いが、買い物がしたければ他を渡ってくれ。こんなことになるなんて。なるほど、この人商人さんか。気をつけろよ。ランロクたちは誰一人見逃さないぞ。攻撃されたの？ランロクは仲間にならないゴブリンに容赦がないんだ。そりゃ俺だってゴブリンを魔法使いと同等に扱ってもらいたいが、血を流すのは違うだろ。俺がそう言ったら、ね、奴らは逆上した。気絶するまで俺をぶったたいて、荷車も持ち物も一番大切な俺の絵まで奪っていったんだ。アートは宝ですよ。前にもあったの、画家なの。んでも商人なんじゃなくて。前にも狙われたことがあるの？ここしばらく俺のことをなじったり脅迫したりしてた。奴らはいつも欲しいものを暴力で手に入れるんだ。暴力反対。気が臭いことになってきたな。ランロクは力を増していて、信奉者たちもそれを自覚してる。無敵だと思ってるんだ。ランロクはお気を据えてやらないとですね。賛同すると思い込んでた。だが違う。俺たちは魔法族との問題を話し合いで解決したいのさ。話し合い大事ですよ。絵が盗まれたって、君は画家なの？そうだ。俺の天職だよ。ゴブリンにはふさわしくないと思われるがな。じゃあ商人じゃないな。家族は金属加工業かグリンゴッツ関係の仕事をしてる。ランロクの仲間どもは俺の作品を理解してないからな。きっと薪として使われるさ。うわ、最悪。これで生活もできない。いつになったら絵が描ける？大変だったね。任せてください。私は全てのアーティストの味方ですよ。親切な人だな。荷車はここから南西の野営地に持ってかれたんだろう。野営地か。廃墟の先だ。回収するのは危険すぎるよ。強めの戦闘がありそう。なくしたら戻るように荷車には魔法をかけてあるんだ。可能性は低いけど、奪われたものの一部でも戻ってきてくれるって希望にすがってるよ。希望は捨てちゃダメだよ。希望捨てた時に会えて嬉しいよ。本当に人は終わりますからね。いい状況だったらよかったんだけど。なるほどね。あそこにあるけど、他見れるかな。これはこれ商人さん。あ、ごめんなさいね。ちょっと最悪、商品の上に座っちゃって。
どうも、何を売られてるんですか？いや、ジャラルセミだよ。ジャラルセミ、魔法薬の店だ。魔法薬か。町のことなら何でも聞いてくれ。何もなさそうです。何か噂を聞いてますか？あなたは商品は何ですか？噂、この町で何か噂は？アッシュワインダーのカトリン・ハガーティという泥棒が逃走中だ。泥棒、固定されてないものは何でも盗む。みんなうんざりだ。町のすぐ南西にある野営地に潜んでる。また南西また野営地か。よければあなたのことを。ふん、そうだな。私はローワー・ホグズフィールドの優秀な魔法薬師だ。かつては君と同じ平凡な生徒だったがね、うん、ついては君にホグワーツ割引をしてあげよう。うわ、嬉しい。つまり普通の値段だ。うちは最初から安いんだ。何それ、そういう言葉のマジックある？騙される感じね。商品は何ですか？売ってるのは魔法薬とその材料が専門だよ。まだ魔法薬覚えてないからな。魔法薬で直せないものは壊れたままにしておくのがいいと思う、ね、魔法薬覚えてから来るべきだったかもしれないね。扱ってる材料はどれもこの地域のもので健康と安全を売りにしてる。なんかついでだから順番間違ったかもしれないな。商品一応見てくる。売り物は何です？売りたいものもあるかもしれない。今日は何をお探しかな？今戦闘があるならこれ絶対必要だね。買っていこう。いいね、お目が高い。闇の夜剣、はい。よっしゃ、インセンディオ。おっしゃ。なんでジャンプしたの？ジャンプ。いっぱいゲットした。怪我は、野犬の怪我は。あ、まだいた。野犬結構いるね。たくさん出てこられるとちょっと厄介。ここ入り口か。ルーモス、レミオス。よし。これ取りたい。さあ、正面突破ですね。あれ？レミオス。はいはいはい、はいよ。おのれ、ただではいはいはい。ゴブリンだったら全然平気。私は休まない。お前にとどまって、こっちおいで。はい、こっちおいで。お前が俺を狙ったのか？陰線レビオス。危ない危ない。疲れてそうだな。陰線。はい、ダメじゃん。よし、一匹ずつ。プロテゴ。はいはいはい。まだいるな。ここに来るとは。はいはい。オッケー。まだ
か。まだ倒しきれてない。もう呪文などは無意味だぞ。レベリオ。どこにいるんでしょう。ダメだな。はい。よし。手っ取り早くやっちゃうのが一番。どこにいるの、あと。生き残れるなんて思うなよ。こっちおいで。危ないな。よし、もう一匹、二匹。じゃあ相手にならない。わかるだろう。レビオ君は、ああ、残念。諦めろ。赤い、赤くなってる時は何をしたらいいんだ。これで。バカ。はいはいはい。オッケー。商品がいるのかい。悪いけどまだ荷車を取り戻してないんだ。取り戻してない、そんなわけないよ。さっきちゃんと荷車戻っていったはずだよ。あ、申し遅れましたが、私正義の味方、血色仮面ことネコボイと呼んでください。アン、いい知らせだよ。荷車が帰ってくる。なんて言ったらいいか。持ち物を取り戻す望みなんて消えかけてたのに。ランロクの仲間たちは魔法族を信じる俺をバカと呼んでた。信じてよかったよ。そう、この真っ赤な赤らがトレードマークですよ。真っ赤な顔に真っ赤なコート、正義の味方、血色仮面ネコフォイです。手強かった。手間取りはしなかった。全然手間取ってません。死んでませんから。簡単に取り戻せたよ。あんたが無事でよかったよ。ああ、取り返すのが待ちきれない。特に俺の絵。なあ、あんたには感銘を受けたよ。俺は長年魔法使いと付き合ってきたが、いつもうまくやってこれてた。次の作品は俺たちの関係性についての賛辞にしてもいいかもな。結構難しいことをテーマに絵を描くんですね。ちょっと極端だ。それはいいですね。ぜひ私にその絵を譲っていただけませんか。いい考えだね。幸運を祈ってるよ。始めるのが待ちきれないな。改めてありがとうよ。 OK ですね。さて、クエストクリア。元気でな。ゴブリンのなんかゲット、なんか言ってたな。商品を見せてやるよ。あ、どうもです。なんか話せますね。まだちょっと覗いていきなよ。なんか売ってくれてる。なんでしょうこれ。あー、こういうの売ってるのね。あの紙白菜。あー、今でも結構あるからまだいいかな。さっき別のとこで買っちゃったんですよね。また今度。ごめんね。寄ってくれてありがとう。またいつでも来てくれよな。メインクエストあっちでしたね。さあ、正義の味方、血色仮面。今度こそ最初からね、こう世を忍ぶ仮初めの姿。考えろ。仮の姿で。誰のことを言ってるかわからないわ。研究に没頭していたし。悪いけど今は。ビクトール・ルックウッドの質問だぞ。お前の事情など知るか。おや。圧巻たちっていう感じでしょうか。ミスタールックウッドが話したがってる。学生？まさか。いい加減にしろ。そうですよ、こんな真っ赤な仮面が学生に見えますか。正義の味方、血色仮面ですよ。オラ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 。すぐに始末してやるぜ。プロテゴ打ってないな。プロテゴプロテゴを忘れがち。やめんか、この愚か者め。はいはい、はい、雑魚でした。何ですか、ボスかな。目の光が消えるのを見て。あ、似たような感じの人いるじゃないか。
何ですか？フィールドガイドのコレクションに新たなタイプの敵が追加されている。特定の呪文に対する弱点など敵に関する役立つ情報を確認できます。わかった。あるこれをぶつければ無効化できる。はいはい、やばい。また来たか。はい。はいよ。はい。はい。オッケー。これ闇の魔法使いだったんですか？何が起きたんだい？全く闇を感じなかったね。初めてだ。しかもホグワーツに近い場所で。全く嫌になっちゃいますよね。これ宝箱じゃないんだ。これなんでしょうね。相変わらず気になりますけど。インセンディブ。これ何なんですか？これ。大丈夫ですか？大丈夫だよ。あんたの優れた防衛術のおかげでね。アッシュワインダーズが私を殺してまであんたに手を出そうとしたわけは？私が天才だからです。ビクトール・ルックウッドの取り巻きの泥棒だかゆすり屋だかさ、あんたに随分ご執心だね。ちょっとわけが、とにかく助かりました。うん、とにかく追っ払えたみたいだね。プリアが危険な状況になってきてるって言ってたよ。戻ってくる前に研究を進めた方が良さそうだ。善は急げというやつですね。プリアって？プリアって人のことを話しました？私の妻だ。学生時代に彼女にもらった本のおかげでマーリンに興味を持ったんだよ。この人も LGBTQ かな。勤勉なハッフルパフ。夜の闇浴場に店を構える魔法薬師さ。旅商人でハイランドの出来事はすぐ耳に入る。 LGBT 率高めじゃないですかね。そんなことないか。研究者なんですか？ノラ・トレッドウェルだ。マーリンの生涯と。あ、だから喋り方も男っぽいの？考古学者だよ。うん、マリンはマーリンは架空の人物かと。それはすごい。マーリンってアーサー王伝説の？まさにその人さ。マーリンはホグワーツに通ってた。へー。数世紀前に彼がここに残した不思議な柱を調べてるところさ。柱って？ツルに覆われた柱だよ。何十個もあるんだ、あの辺一帯にね。私はマーリンの試練と呼んでるよ。仲間のスリザリン生のために道楽で作ったって考えてるんだ、うん、マーリンはパズルや謎解きが大好きだったからね。じゃあ知性のあれですね、私たちレイヴンクロー生にはぴったりの試練ですね。試練というかチャレンジというか、少し退屈そうです。すごく面白そうですね。あなたがマーリンに惹かれるのも納得です。ぜひ試練のことを教えてください。それじゃ、ちょっとした秘密を教えてあげるよ。仕組みを解明できた者はまだ誰もいない。でもね、また伝説作っちゃうかな？私は重要なヒントを見つけたと思ってるんだよ。そいつはこうだ。試練の成功にはゼニアオイこそが重要な鍵になる。ゼニアオイ？ゼニアオイが？万能の薬草だよ。マーリンが著書で何度も言及してた。仮説を試そうとやってきたところにぶしつけな邪魔が入ったんだ。著書に書かれた渦にはそれぞれ中央に違う記号があるだろう。それで私は思ったね。もしゼニアオイが記号の中心になるよう置かれたとしたら。その通り。よかったら試してみるかい？小さな仮説がどうなるか見てみようじゃないか。それさっきの地面にあった。ゼニアオイがぎっしりのトランクを持ってきたよ。私のテントのそばだ。いや、こういうこの柱のことかな。トランクからゼニアオイを取る。このトランク？そう、たっぷりお取り。もう持って行ってもね。探す。ゼニアオイを取りました。たっぷりっても5つしかないな。この柱のつるはわかるね。それと地面で渦巻く石、うん、そう、ずっと気になってたな。それぞれの試練に特徴がある。さっきの八重地にもあったのよ。ゼニアオイを置いて、さて何が起きるか。ここにゼニアオイを置く。ちょ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 
今のは見たね、ズルが消えたよ。これでどうしたらいいですか。さて未知の領域だ。この炎を灯したらいいんじゃない。これはすごい。どう見ても炎を灯すもんだって、この器。インセンディオ、よし、簡単じゃない。じゃあさっきのところにも戻ってみたら、なんて美しいんだろう。うわ綺麗ね、なんか出てきた。最高の日だよ、信じられない。これはルーモス？レベル違う？これは何が現れたの？いや、これは今のは何なんですか？これってつまり成功ってこと？言えると思うけどね、疑問は増える一方だ。どういう仕組み？メモを見直さなくちゃ。何か見落としたのかも。試練はどれもこんな感じですか？厳密には違う。これ見逃しな剣や地面の渦はどれも同じだろうけどね。これを今まで誰も解いたことがなかったんですか？あんな簡単な試練を。研究を続けるための材料が揃ったようだ。思うにそれぞれゼニアオイも必要で、足りないならホグズミードで見つかるよ。ホグズミード本当にそろそろ行かないと。会えてよかったよ。ありがとうございました。気をつけて。私は欲しいものを手に入れたから、メモと本に囲まれた安全な場所に戻るよ。うん、それがいいですね。なんかあれだね、この世界の人たちって意外と頭あんまり良くないから、この世界で天才になることは意外とみんな簡単だぞ。あそこにまた困ってる人がいるな。またなんかあるな、クエストが。グレースピンチスメドリ。いや、どうかしたの？助かった、お願いするわ。わりかし美形じゃない、この世界では。バースのピンチスメドリ家よ。誰かがやってくるのを期待していたの。あ、生徒じゃない。お父様の願いを裏切って自分を一生許せなくなるところだった。実はお嬢様っぽい、ね、湖の底から回収したいものがあって、あなたが手伝ってくれない？私金槌なんですが、まあ女の子ですからね、ここはカッコつけときましょう。湖に潜るの？興味あるな。素敵、そう言ってくれるのを待っていたの。何を取ってくればいいの？昔の話よ、優れた天文学者のおじい様がホグズミード駅から出航したわ。おばあ様と一緒に短い星見のクルーズを楽しむはずだった。二度と戻ってこなかったわ。沈没？そうなんだ。何があったんだろう。タイタニック？わからない。あの二人と船が岸にたどり着けなかったことだけはわかるけど、みんな沈んでしまったと言われてるの。お父様は悲しみに暮れ、私たち家族に二度と黒い湖に近寄るなとお言いつけになったわ。あの夜、家宝のアストロラーベも一緒に消えた。あなたが回収してくれたら、高く売れそうだな。お父様の気持ちも少しは安らぐかもしれない。まあ遺品だもんな、一応ね。家族は有名なの。アストラーベって？いろいろ聞きましょう。バースのピンチスメドリー家のことは知ってて当然みたいな物言いだけど、そんなに有名なの？なぜ空は青いか、なぜ草は緑色か、そのくらい当たり前のことを聞くのね。別に空が青かったり草が緑色だったりすることは当たり前ではないですけども。科学と芸術への貢献で知られているわ。私たちを知らないなんて率直に言って驚きよ。私が周りの世界について数々の発見をしたら、この名前を知らない人もいつか耳にするでしょう。空が青いことや草が緑色なことはその一つの側面に過ぎないですけども。なんかやだな。アストラーベについて聞きましょう。アストロラーベって何？驚嘆するほど素晴らしい古代の航海道具よ。持ち運べる宇宙の模型といえばいいかしら。普段は星の観察に使うの。天文学用のものだけど、他に1000種類以上の機能がある。魅力的な道具よ。もう修理できないほど錆びているでしょうけど。何でもできるってことだね。大抵のことは何でもできるね。おじい様とおばあ様が戻ってきたように思えそうだもの。まあちょっと考えさせてすぐにやらないの。考えさせてっつうの。個人的な事情のためにやるにはちょっと危険な気がする。なぜ金槌ですからね。でも
感謝は忘れないわ。もちろんアストロラーベ以外のものが見つかるかもしれない。他に何か見つけたら全部持って行っていいわよ。あ、それが私の報酬ですね。船の最終地と言われている場所をこの湖の地形、水深図、それから潮位表と照らし合わせたの。おそらくはあそこ、波止場からおよそ1ハロの場所よ。おじい様のアストロラーベが戻ってきたら嬉しいわ。アストロラーベを見つけて。アストロラーベ、家族にとってとても大切。グラス、何を手伝ってほしいんだっけ。もうすぐ忘れてる。クルーズで失われた家宝のアストロラーベをちょっと池に潜って探して話しかけてしまいましたね。いや、君とずっとここにいたいんだよ。水の中になんか潜らずにさ、ずっとここにいたいんだ。ダメなのかい。ヒルがいるね。そしてなんかすでにさ見えてるんですけど、なんかいません？これって息が続かなくなっちゃってみたいなことあるんですかね。なんかあそこに泳いでませんか。ここに敵じゃないんですか、これ。ピンチスメドリーの家宝はここにある。探す。銀のメガネ、やたらめっちゃここにあるな、いろんなもんが。メガネやゴーグルだらけですね。サルベージ大会やってるみたい、一人で。でも好きなんでいいですよ、こういうトレジャーハンター。海のトレジャーハントも好きですから、サルベージ系は好きですよ私。不思議な、なんだ今のこの泳ぎ方なんですかね。この泳ぎ方、主人公なんか変な泳ぎ方してません？ね、なんですかこの泳ぎ方。ね、この、ね、この泳ぎ方何？初めて見るんだけど、この泳ぎ方。なんで片手しか使わんの？クロールとかで行くない？あ、見つけましたね。あとでもあっちにはもうないか。カホを見つけたってグレースに知らせよう。知らせよう。このまんま、なんか、この泳ぎ方、泳ぎ方なんですかこれ。ねえ、こんな泳ぎ方で結構進むもんなの？何？これイギリス流の泳ぎ方ってこんな感じなんですか？ねえ、皆さんどう思います？普通に、これ普通に私、あの L3 スティックを普通に押し込んでるだけなんですけど。え、何？独特。え、クロールじゃないの？どういうこと？右手怪我してるんですか今。不思議だね。毛皮なんかで飛び込むんじゃなかったな。毛皮が重くて溺れそうじゃないですかこれ。意外といけましたね。君みたいに美しい人のためならなんてことないですよ。面白すぎる。私とどっこいどっこいですね。魚がいる。魚とかも取れるんでしょうかね。グレース、言われた通り黒い湖に潜ってきたよ。それは素晴らしいわ。アストロラーベは見つかった？見つかりました。報酬と引き換えに渡すよ。この子は美人だから報酬はやめよう。もう前回のあの女の子、日記のあの女の子で後悔してるでしょ。これはもらうよ、最低。はい、どうぞ。うん、これでお父さんが喜ぶといいね。ええ、お父様はどう反応されるかしら。私と家族のためにしてくれたこと心から感謝するわ。他にも潜れる場所を探すべきよ。あなたほど上手ならきっといろいろなものを見つけられるでしょうから。お宝ゲットできるかもですね。ついでに付き合いませんか。本当にありがとう。これからも潜り続けてね。あの、感謝の印に、宝探しの才能があるわ。感謝の印に付き合いませんか。ダメですか。釣れない人ですね。